森の不思議、神山慶三著の心理学。これはね、なかなか面白いね。5、安らぎ感の科学。快適な状態と反射、条件反射。快適な状態と条件反射。まあ本当にね、いろんな実験をしてるというかね、いろんなことが書かれてるんだけども、まあ要するにね、マウスなんだけども、木のねカンナクズを敷きわらに使うかどうかで、そのカンナクズの 木の種類ねによってね、睡眠薬の効き方がだいぶ違うと。で、鉛筆白芯、この木のカンナクズを入れると、睡眠薬をね解毒する効果を持つ。つまり睡眠薬が効かなくなると。で、他の木のカンナクズにすると睡眠時間が元に戻ると。睡眠薬が効くと肝臓における酵素活性が高まると。まあ要するに肝機能も良くなるってことかな。睡眠時間が長くなって、すごいね。鉛筆白芯って、まあ、白芯だから、まあ要するにツンとするあれだよね。テルペン類の香りって書いてあるけど、ツンとくるやつだよね、テルペン。こういうことがねもう分かってるわけよね。まあそんなことを踏まえて、まあパブロフの犬のね、条件反射と無条件反射をまあ真似てね、実験をしたと。条件反射と無条件反射ので、杉のマウスにとって快適な香りかどうか調べるために、杉の香りね、杉の香りで見てみようということでね、実験をすることに、まあ、なるんだけども。でね、小鳥を守る青葉っていうのでね、また面白い話が載っててね、その杉の話のね、杉の葉っぱの話。要するに小鳥がね、巣を作る、まあ、枯れ草でね、巣をいっぱい作るんだけれども、その小鳥がね、そろそろ卵を生み出すなという頃になるとね、杉の青葉がね、その巣にね運ぶようになるっていう。杉の青い葉っぱね、青葉が入り始めると。要するに卵が産みそうだなっていう頃に入ってくると。だから、まあ要するに小鳥たちは、小鳥って要するに野鳥ね、野鳥が産卵を始める頃に青葉を入れる、杉の青葉を入れると。だからまあその害虫からひな鳥を守ってくれるとかね、まあ卵を守ってくれるとか、まあいろんな殺菌作用だよね。そういうのが杉の葉にあるということをね、野鳥は知っていると。で、クマタカについてもね書いてあってね、ヒナが帰るとクマタカのオスはメスへのプレゼントとして杉の葉を施設で運ぶっていう。まあ、杉の葉っていうのは、まあ、要するに殺菌だからね、生の肉を腐りにくくするとか、まあ、かえったねヒナがね、の殺菌作用にで守られるのかよくわかんないけど、まあこれはその生の肉を腐りにくくするって書いてあるけどね、まあ、杉の葉っぱそういうふうに、ね、入れるよね、肉とか魚とかね。で、マウスと杉の葉、さっきのね実験、まあ要するに電気を流す前にね、音を鳴らすと。で、音を鳴らして、要するにパブロフの条件反射ね、あれのように音を鳴らすと。餌をやる前に鐘を鳴らすとの同じように、電気を流す前に音を鳴らすと。そうすると、まあ、杉の葉をね敷いた方がより素早く逃げることができるという結果が得られたと。まあ傾向としてね。
だから杉の葉の香り、木の香りというのはね、まあ、何かしら、まあ、要するにすぐそれという条件反射に、影響があると。要するに杉の葉のがあった方が条件反射をしやすくなる、条件反射に敏感になる、条件反射が、敏感に動くようになる。要するに餌を食べるときに唾液が出るっていうのが無条件反射で、その餌をあげる前に、カニを鳴らす、そのカニを鳴らしただけで唾液が出るっていうのが条件反射。要するに無条件反射と条件反射の違いがあって、その、電気を流す前にカニを音を鳴らすっていうことに対して、まあ、電気を流す前にパッとね、逃げるという、マウスがね、そういう結果が得られたと。要するに杉の葉、杉の香りの葉があった方が素早く逃げると。だから要するに自然の中の方が条件反射として、まあ学習したことをパッとね反応ができると。で精神を集中させる働きということで、まあ、こういうマウスの実験の後ね、ここではね、森林の空気中に、福音とした香りが漂っていても、このことによって血液の状態や尿の状態などに直ちに変化が起こってくるといったものではないって言ってるんだけども、これは後々ね、要するに血圧なんかにも作用しているなんていうふうにね、まあ、森林セラピーなんかではね言われるようになると。だからこの時点では、この本の時点で、ね、1983年、まだそこまでは行ってないと。でね、ヨーガのね、すごいよこれ、ヨーガからヒントを得て、要するに瞑想だよね、自律訓練法というのがね、自己催眠法って書いてあるけどね、まあヨーガの瞑想だよね、をヒントを得て考案したという自己催眠法、まあ、これが条件によって、例えばこうやってね瞑想してて手があったかくなるって言ったら、だんだん手があったかくなるっていうように感じると、そういうふうに思えるようになるというのがまあ分かってるんで、まあ、自己暗示をね、自己暗示することによって、その私は今すごい安らいでいるというように思えば安らげるっていう、安らいで状態になるっていうようなね、そういう瞑想的なもので、それが要するに、森の香りがあるかないかでどう違うかっていうのをね実験してるのよ。これクスノキの香りって書いてあるね。そうするとこうやってグラフがね、こういうふうに波形になって出てるんだけど、まあ、ここの5番のここがね、クスノキの香りを感じた時なのよね。かなり波が動いてるのよね。はあ、だからクスノキがあるかないかでだいぶ違うんだなっていうのがね、まあ一応手の温度もね上がってるし、その後もその暖かさが保たれてるしみたいな感じなグラフなんだけども、クスノキの香りがね何かしらの影響を与えていると。要するにクスノキの香りがない時よりもある時の方が波打ってるのがね分かるからね。で瞳孔の反射を測るということでね、今度は瞳孔、目の瞳孔で、これカラマツ林の中の、まあ、部屋の中でね、カラマツ林に囲まれている部屋の中でやったって。カラマツってまあ多分これ緑の、まあ要するにね枯れる前の方でね、青々としてる頃のカラマツだと思うんだけど、時期が書いてないんだけどね、まあ20度って書いてあるから、そんなに寒くはないってから、多分青々としてる頃だと思うんだけれども、まあ、これも多分ねツンとくる松の方の香りだよね。まあ、瞳孔ね、目の瞳孔がね、この収縮する、明かりに反応して収縮する速度だとかね、いろいろ調べてるのよ、瞳孔面積の変化だとかね。それがこのグラフね、こっちが森林、こっちが森林で、こっちが人工室、要するに部屋の中ね、全くの無臭、要するに湿度と温度は同じなんだけどもっていう、同じ条件にして森林の中と、人工の、部屋の中、人工気候室って書いてあるけどね、
朝昼晩朝昼晩ってまあ3回やって、それでまあ瞳孔が光刺激後の瞳孔面積の変化、だから瞳孔がどんだけ光パッて明るくパッてなった時にその瞳孔の変化ね、開いたり閉じたりする変化の面積がどれくらい違うかっていうふうに、だから森林はすごく面積が大きく変化している。でこっち室内の方は朝昼はほとんどね変化が少ないけれども、夜はまあそれなりに変化していると、瞳孔が。だから森林の方がこういうようになんていうのかな、本能的な動き、瞳孔だからね。自律神経系の働き状態をよく表す瞳孔の反射は自律神経系の働きを状態をよく表すと。ああそっかそっか、だから交感神経と副交感神経いずれかの興奮状態にあるかを調べると。まあこれもね、あの心理セラピーでもね、交感神経副交感神経っていうのはね、あの脈のね、脈のブレでね、あの測ってるんだけどもね、これは瞳孔でまあやってるんだけども、結果としてはね、要するに副交感神経系の自律神経がより興奮しているということという瞳孔の面積が大きいからね。ただね、賛同する速度も大となる、要するにパッとね、その変化する速度も大きくなるということから、交感神経系が興奮した状態を意味する。要するにパッと、要するにその速度が交感神経で、面積としたら副交感神経というようなね、でどちらも大きく変化していると、森林はね。だからお互いに拮抗し合っている神経系が同時に興奮している。交感神経も副交感神経も同時に興奮している、一見矛盾していると。だからね、やっぱりね、野生に戻るのよ、森に行ったら。自分もね、そうなのよね、安らぐっていうだけじゃないんだよね。なんかね、やっぱね、森にいた方がね、ある意味神経が高ぶってるというか、要するにリスク危険があるから、森っていうのは、部屋の中と違ってね。だからある意味興奮状態、そういう意味でね、要するに何か敵、クマとかね、スズメバチとか、リスクが必ずあるっていう、もちろんね、枝が上から落っこってくるとかね、いろんなことがあるわけだから。だから交感神経も副交感神経もどちらも興奮状態にあるっていうのはね、なんとなくわかるよね、これは。まあこれだけね、要するに普通の室内と森林の中ではこれだけ違うっていうことがね、明らかになったと。でね、この人工気候室内で芳香物質の主な成分であるアルファピネンを、吸引させた場合も調べたんだけども、賛同速度のみにしか効果が現れなかったと。瞳のね、賛同の散る瞳と書いてね、賛同と読むんだと思うんだけど、その速度にしか香りの有無による効果はなかったと。だからアルファピネンの香りだけがこうした生理的な反射を盛んにするのではなく、やはり森という総合的なものがそうした効果をもたらしている。そうなのよ、総合的なことなのよ、ホリスティックなのよね、やっぱりね、と思うよ。香りだけじゃなくて、もっともっとホリスティックなところで森林浴をしていると、森林っていうものを浴びていると、香りだけじゃないものを浴びていると。もちろん光もね、何もかも全て空気だけじゃなくてね、いろんなものがホリスティックに総合的にね浴びている、森林浴をしていると、だと思う。森の不思議、神山敬三著の森林浴。